マーベル・シネマティック・ユニバースは、マーベル・スタジオが制作する、スーパーヒーロー映画を中心としたアメリカ合衆国のメディアフランチャイズ及びシェアード・ユニバースである。この映画は、マーベル・コミックのキャラクターをベースにしている。また、テレビシリーズ、短編映画なども含まれている。アメリカン・コミックの、マーベル・コミックを原作とした、スーパーヒーローの実写映画化作品を、 同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う作品群。現在では短編映画、テレビシリーズなどに拡大している。MCU 発の公開作品はアイアンマンであり、時系列のまとまりであるフェーズの第一段階をスタートさせ、このフェーズ1は2012年公開のアベンジャーズで終了する。それに続いたフェーズ2はアイアンマン3から始まり、 アントマンで終了する。フェーズ3は、シビルオーキャプテンアメリカで始まり、スパイダーマン、ファー、フロムホームで終了する。これらのフェーズ1から3の23作品をまとめて、インフィニティサーガと呼称する。フェーズ4は2021年1月配信の、ワンダビジョンから2022年5月公開予定の、そう、ラブサンダーまでの映画5作品。 ドラマ7作品とアニメ1作品の計14作で構成される。2013年以降、マーベルはテレビドラマでも MCU を拡大していく。2013年にはスピンオフ作品であるエージェント・オブ・シールドを ABC のネットワーク放送で初めて開始し、2015年にはデアデビルをネットフリックスで、2017年にランナウェイズを Hulu でストリーミングし、 2018年には、米ケーブルテレビ局フリーフォームで、クロークダガーを放送した。また、ウォルト・ディズニー・カンパニーが2019年11月12日に、全米でサービスを開始する、動画ストリーミングサービス、ディズニープラスで、MCU シリーズのドラマの制作、配信が発表されている。これまでのテレビドラマシリーズは、 映画シリーズと世界観や出演者は共有しているものの映画シリーズの外伝にあたるためストーリー上の直接のつながりは薄く映画のストーリーがドラマに与える影響はあってもドラマのストーリーが映画に与える影響はほとんどなかったしかしこのディズニープラスのテレビドラマシリーズは映画と同じマーベルスタジオが制作しマーベルスタジオのケビン・ファイギ社長は 現在の MCU、過去の MCU、そして未来の MCU へと完全に織り込まれる、それぞれの作品はお互いに絡み合っていくことになりますと明言している。映画やテレビシリーズのサウンドトラックアルバムは劇中で使用された音楽を含め、すべてのシリーズごとにコンピレーションアルバムとしてリリースされている。また、MCU にはマーベルコミックスが発行した。 提携作品も含まれており、マーベルスタジオは、偽のニュース番組、ウィニュースフロントを使用して、一連のビデオ短編映画、シリーズ、マーベルワンショットとその作品群における世界のための、バイラルマーケティングキャンペーンを制作した。公開、配信順で挙げると、以下の映画、ドラマアニメが、同一の世界観を舞台としており、当シリーズの本編に該当する。公開日は、 北米公開日。なお、日本での公開順は最初期の2作が入れ替わっている。はディズニープラスで配信されるドラマアニメ作品。英字タイトルは現代であり、放題がまだ発表されていない。フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3ディズニープラス制作以下の作品は配信時期が明らかにされてないドラマシリーズ。また、 本編のスピンオフ作品として、マーベルテレビジョンによる、テレビドラマシリーズも、作品展開している。ABC 制作ネットフリックス制作フールー、制作フリーフォーム制作アイアンマンインクレディブル、ハルクアイアンマンにマイティソーキャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャー・アベンジャーズ・アイアンマン3、キャプテンアメリカ、ウィンター・ソルジャー・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・アベンジャーズ、エイジ・オブ。 ウルトロン・アントマン・シビル・オー、キャプテン・アメリカ・ドクター・ストレンジ・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、リミックス。スパイダーマン、ホームカミング・マイティ・ソー・バトル・ロイヤル・ブラック・パンサー、アベンジャーズ、インフィニティ・ウォー・アントマン・ワスプ・キャプテン・マーベル・アベンジャーズ、エンドゲーム・スパイダーマン、ファー、フロム・ホーム・ブラック・ウィドシャン・チー、テン・リングスの伝説エターナルズ・スパイダーマン、 ノーウェイ・ホーム・マーベルのテレビ部門である、マーベル・テレビジョンが制作する、ドラマ作品は、映画シリーズの外伝にあたるスピンオフ作品である。ABC、ネットフリックス、フールー、フリーフォームで制作、配信されている。エージェント・オブ・シールド、エージェント・カーター、イン・ヒューマンズの、マーベル・ヒーローズシリーズは ABC で放送され、デア・デビル、ジェシカ・ジョーンズ、 ルーク・ケージ、アイアン・フィスト、クロス・オーバー・ミニシリーズ、ザ・ディフェンダーズ、パニッシャーの、マーベル・ナイツシリーズはネットフリックスで配信された。ヤング・アダルトシリーズには、Hulu で、ストリーミング配信されている、ランナウェイズや、フリー・フォームで放送された、クロークダガーなどがある。Hulu のシリーズ、ヘルストロームは、当初、計画されていた。 アドベンチャーイントゥフィアシリーズの始まりとなる予定であったがシーズン1のみで打ち切りとなりマーベルテレビジョン制作のシリーズ作品は全て終了マーベルスタジオが制作しディズニープラスで配信する作品群へと移行した ABC シリーズマーベルテレビジョンと ABC が制作するテレビシリーズでマーベルはマーベルヒーローズと呼んでいる最初のテレビシリーズは エージェント・オブ・シールドである。2014年1月、エージェント・カーターシリーズが発表されたが、2016年5月に中止された。同年11月、マーベルとアイマックス・コーポレーションは、主役にした映画の予定されていたが中止された同盟の種族をベースにした、イン・ヒューマンズを発表した。ABC は2018年5月に同シリーズを中止した。 2019年7月、エージェント・オブ・シールドの第7シーズンが最終作になることが発表された。ネットフリックスシリーズ2013年10月までに、マーベルはビデオ・オン・デマンドやケーブルテレビ向けのドラマシリーズとミニシリーズを準備しており、ネットフリックス、アマゾン、WGN アメリカが興味を示していた。ディズニーは翌月、デア・デビル、ジェシカ・ジョーンズ、 アイアンフィスト、ルーク・ケージをベースにした実写シリーズをネットフリックスに提供することを発表した。ディズニーが独自のストリーミングサービス、ディズニープラスを開始するため、ネットフリックスは2019年2月末までにすべてのシリーズを中止したが、既存のシーズンのストリーミングは続けた。これらのキャラクターは中止後、少なくとも2年間はネットフリックス以外のシリーズや、 映画に出演することはできなかった。ローブは2019年8月にマーベルテレビジョンがネットフリックスのシリーズを内部的にマーベルストリートレベルヒーローズまたはマーベルナイツと分類していると語った。ヤングアダルト2011年のサンディエゴをミみ込んでローブはマーベルコミックスのキャラクターであるクロークダガーをベースにしたシリーズが開発中であることを発表した。 フリーフォームは2016年4月にこのプロジェクトをシリーズ化を注文した。同年8月、フールーはコミックスのグループランナウェイズをベースにした新シリーズを注文した。マーベルは当初これらのシリーズをクロスオーバーさせる計画はないと言っていたが、クロークダガーは2019年8月のランナウェイズ第3シーズンに登場することが発表された。 ローブは、マーベルが、ランナウェイズと、クロークダガーを、や、つまり、ヤングアダルトのフランチャイズに分類していると説明し、マーベルテレビジョンが、ヤングアダルトのジャンルに進出したのは、マーベルスタジオが、スパイダーマンで、同じことをしていることに対抗してのことだと語っている。ローブは2つのシリーズの間に、さらなるクロスオーバーがあることを期待していたが、 クロークダガーは2019年10月に中止され、続いて、ランナウェイズが同年11月に中止された。アドベンチャーイントゥ・フィアフールは2019年5月に、ゴーストライダーとダイモーンとサターナ・ヘルストロームの兄弟を題材にした2つのシリーズを注文し、マーベルのネットフリックスの番組と同様の方法で2つの間の相互接続された宇宙を構築することを、 意図していた。マーベルはこのシリーズをスピリッツ・オブ・ベンジェンスの石として発表した。ローブは8月にマーベルがこれらのシリーズをまとめてアドベンチャー・イン・トゥ・フェアと呼ぶようになったことを明らかにし、このバナーの下でさらに多くのシリーズが開発されていると語った。その1ヶ月後、フールーは創作性の違いを理由にゴーストライダーを進めないことを決定した。 12月にマーベルテレビジョンがマーベルスタジオに組み込まれた際、スタジオはヘルストロームの制作は完了するが、それ以上のシリーズは開発されないとした。ヘルストロームは2020年10月にシーズン1が配信されたが、同年12月にシーズン2以降の制作打ち切りが発表された。映画と同じマーベルスタジオが制作するドラマ作品は、 フェーズ4以降の本編に組み込まれている。フェーズ4では、ディズニープラスシリーズの、ワンダビジョン、ファルコンウィンターソルジャー、ロキの第1シーズンに加え、以下の今後のシリーズが予定されている。アニメ、ホワット・イフ ?2021 年、ミズ・マーベル、ホーク・アイ、ムーン・ナイト、シー・ハルク、シークレット・インベージョン、アイアン・ハート、アーマー・ウォーズ、ワカンダをベースにした。 シリーズなどがある。また、ザ・ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー・ホリデー・スペシャルも、11本の、長編映画に加えて、このフェーズに含まれる予定である。2011年8月、マーベルは、マーベル・ワン・ショットという第の2作のビデオ短編映画を、告知した。第一作の題は、マーベル・ワン・ショット、相談役であり、2011年9月3日に、北米で発売された。 マイティソーのブルーレイディスク及びブルーレイ 3D に付属された。第2作の題は、マーベルワンショット、ハンマー圧威落現場へ向かう途中での出来事である。マーベルワンショット2作は、クラーク・グレッグ演じるフィル・コールソンを主役としており、SHIELD エージェントとして活動する彼のついたちが描かれる。第3作の短編映画、 アイテム47は2012年9月25日発売のアベンジャーズのブルーレイに収録された。第4作エージェント・カーターは2013年9月4日発売されたアイアンマンさんのブルーレイに収録されヘリー・アトウェルがペギー・カーター役で出演する。マーベル・シネマティック・ユニバースに登場するマーベル・コミックのキャラクターに基づいてストリーミングサービス。 ディズニープラスで配信されているミニシリーズ。このシリーズではエピソードごとに個々のキャラクターを紹介する。マーベルスタジオ作品の制作過程を追うディズニープラスで配信されるドキュメンタリーシリーズ。ディズニーパークにマーベルのアトラクションを作るという話は2009年から始まっていた。ウォルト・ディズニー・カンパニーの2013から2014年の 決算スピーチの中で、マーベルのナイトタイムパレード、そしてマーベルシネマティックユニバースからのキャラクターをテーマとしたエリアが作られると発表した。ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツは、マーベル関連を増やす考えで、ディズニークルーズラインでは、マーベルキャラクターとグリーティングができる。世界にある6つある。 ディズニーリゾートのうち、東京ディズニーリゾートを除く5つのディズニーリゾートで、マーベルエリア、アトラクションなどを数多く展開している。また、ディズニーランドモノレールや、ウォルトディズニーワールドモノレールシステムに、映画、アベンジャーズをテーマとしたラッピングが行われた。ディズニーランドパリには、ディズニーホテルニューヨークが、マーベルホテルにリニューアルされる。また、 上海ディズニーランドは2016年の開園同時にマーベルエリアが存在する。日本でもウォルト・ディズニー・ジャパンが所有するディズニーストアでマーベル関連のグッズが販売されているほかディズニー XD でも放送されている。オリエンタルランドが運営する東京ディズニーリゾートのみオリエンタルランドの意思により以下のマーベル関連のアトラクションやエリアは発表されていない。 また東京ディズニーリゾートハロウィンでも世界で唯一マーベル仮装は禁止となっている。ありがとうございます。